では画面変えます。ほい。じゃ今日ね、マジで3分、20時57分に配信の設定できるようになって昨日やらかしたから、3分で配信枠立てて米ビューセットしたの。ちょっとすごくないですか？すごくないですか？めっちゃ手震えまくって設定した。よう兄弟、おはよう、ありがとう、来てくれて。じゃあ、あ、折紙さんこんばんは、ジャックさんこんばんは。じゃあまず今日の流れってことで、自己紹介とクリエイター様紹介、あとライブ 2D のお披露目とマシュマロ読んでお知らせしたいと思います。順番は本当に適当なのであんまり気にしないでもらって、一応1番から5番まで全部お話ししようかなと思います。まず1個目が、はい、自己紹介。名前がちぐさのあで、呼び方は今のところまだ決まってなくて、のあちゃんとかちぐさとか好きなように呼んでもらえると嬉しいです。あだ名いろいろつけてもらって、なんか変なヘンテコリーな名前じゃなかったらあだ名つけてもらえたら嬉しいので、いろいろなんかあだ名つけてください。で、誕生日が7月19日で、身長が165センチ、目標は継続して活動を続けることとオリジナル曲を作ることです。一応なんか数字の目標でチャンネル登録者何人とかそういう目標ももちろんあるんですけど、そこじゃなくて、なんか結構飽き性で続かないことが多いので、継続して活動を続けられるように頑張っていこうかなと思います。なんか BGM の音がめっちゃ大きかったりしたら教えてもらえると嬉しいです。次、ちょっとなんか自己紹介、前出した自己紹介動画でいろいろお話しして、何を言ったらいいか分かんなかったんですけど、好きなアニメとゲームと苦手なものを用意しました。好きなアニメが魔法少女まどかマギカとスラムダンクとセーラームーン、あと日暮らしの泣く頃にと進撃の巨人と五等分の花嫁です。魔法少女まどかマギカはさくらきょうこちゃんっていうキャラがいて一番好きなキャラクターです。で、スラムダンクはちっちゃい頃からお父さんの影響でめちゃめちゃ好きで、映画は一人で3回くらい見に来ました。 BGM のボリューム大丈夫、ありがとう。じゃあマジで本当なんか一人でバーって喋っちゃう感じだったから、なんかもしあれだったらなんか言ってください。初配信おめでとう、ありがとうございます。で、セーラームーン、これは音量バランスいい感じです、ありがとうございます。こんばんは、ももがさんこんばんは、初配信おめでとうございます、ありがとうございます。で、セーラームーンはセーラーウラヌスっていうねキャラクターがいるんですけど、めちゃめちゃかっこよくて好きで、今1話から順番に見てます。100話くらいかな、多分トータルしてそんくらい見てる。で、日暮らしの泣く頃に、これはなんか、あ、こんばんは、仕事の休憩に見に来ました、デビューおめでとうございます、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。日暮らしの泣く頃にはなんか YouTube でなんか胸クソ悪いアニメみたいな、胸クソ悪いアニメランキングみたいなやつ結構見るの好きで、それで知りました。それで知ったらめっちゃ面白かった。日暮らしと魔法少女まどかマギカはそれで知りました。めちゃめちゃ面白いので見てください。なんか今 YouTube でね、日暮らしの泣く頃にめちゃめちゃ放送されてるみたいなので、もし気になる方は見てください。で、スト進撃と五等分は、まあ普通に好きです。で、好きなゲームは、リーグオブレジェンズと、ホラーゲームと、バロラントです。これはあんまり、リーグオブレジェンズとバロラントあんまり YouTube では配信しないと思うんですけど、
まあ、たまにツイッチでやろうと思ってるんで、もし暇だったら見に来てください。胸くさ悪い、なんかそういうのよくあるよね。なんかなんとかランキング、胸くそ悪いアニメランキングとか、後味悪いランキングとか、そういうのめっちゃ面白くない？見るの。そういうのめっちゃ好きで、それもよく見漁ってる。で、苦手なものは人がたくさんいる場所と早起きとゲームと歯医者と人参です。人がたくさんいる場所はまあ楽しいんですけど、体調がすぐ悪くなっちゃうのであんま得意じゃない。で、早起きはまあもちろん普通に苦手で、ゲームは好きなんですけど、なんか何やっても下手くそで、マイクラやっても下手くそみたいな、めちゃめちゃ下手くそなので、でもまあ好きです。苦手なものに書きました。で、歯医者は今歯治療中で、ちょっとなんか痛くないんだけどガーって音が怖いっていう理由で苦手なものに書いた。日暮らし好きなら海猫、あ、そう、次ね海猫見ようと思って D アニメストアで捕獲してる海猫、そう、見ちゃうんですよね。スクールデイズとか、スクールデイズも見たよ全部。あとコープスパーティーはね、 YouTube で全部見た。マジでグロかったね。おすすめなので見てください、グロいアニメおすすめなので。はい、次クリエイター様の紹介します。ママがリツさん、今さっきも配信来てくださっていたんですけど、リツさんで、ライブ 2D がちょっと長いんだけど、この世のすべてが憎いちゃんの栽培は法律で禁止されています様です。ありがとうございました。で、ママさんは私めちゃめちゃ絵師様で、なんかお気に入りの絵師様とか今まで全然いなかったんだけど、なんかフリーアイコン上げていらっしゃった時に初めて見つけて、もうそれ以来一番大好きな絵師さんですね。もう絶対この方に依頼しようと思ってお願いしました。私がライブ 2D した、ありがとうございます、こんばんは。ちょっと今回あのライブ 2D めちゃめちゃわがままを言いまくって可愛く作ってくださいました、にくいちゃんさんです、ありがとうございます。で、4番、はい。で、いろいろ作ってくださった方、オープニングがラクロジック様で、で、これからもたくさん使わせていただく SD イラストがバツクロミツちゃんで、ロゴがリルカさんに書いてもらいました、ありがとうございます。パパ様ナイスです、絵描きました、ありがとうございます、来てくださって、うん、マジで教え師です、教え師で。オープニングちょっとさ、あのスタートした時にヘンテコリになっちゃって、途中で巻き戻したんだけどめちゃめちゃね、いい感じに作ってくださいました。本当に依頼する時になんか詳細書かないといけないと思うんだけど、かっこいい、かっこよさげめで、かっこよさく、かっこよく書いて作ってくださいって言ったかっこよく作ってくださいって言ったらあれできた。オープニング作りました、ありがとうございます。本当にあの丸投げで申し訳なかったんですけど、ありがとうございます。あばっちゃんもありがとう。で、次にお知らせします。テンポが良すぎるマジでお知らせ1個目、はい、デビューの記念グッズを発売します。今日の配信が終わってからブースでページ作りますので、そっから8月31日から9月の20日まで販売期間で、アクリルキーホルダーとアクリルスタンドと缶バッジの2枚のセットで販売させていただきます。で、なんかフルセット購入特典みたいなの用意ないんですけど、本当に少し休憩終わったから戻ります。あ、頑張ってください、お仕事ありがとうございます。フルセットのなんか購入の特典とか用意できなかったので、一応1点から購入していただいた方には直筆でお手紙書かせていただきます。9月の20日販売終了したらそれ以降再販の予定はないので、もしよければツイートするのでチェックしていただけると嬉しいです。で、イラストは
アクリルキーホルダーがバッツ黒みつちゃんに書いてもらって、アクリルスタンドのキービジュアルと缶バッジのセットのイラストはママ様、リツ様に書いていただきました。